今回挑戦するのはセガラッキーくじ呪術廻戦モーニングルーティーン。 A 賞イラストモードをはじめ豪華上位賞は確かに欲しくなる。だが今回の大本命はアクスタ。1個でも多くゲットするのが至上命題。 E 賞 F 賞もいいがやはり全身タイプのアクスタが採用目当て。引けるかじゃねえ、引くんだよ。よろしくお願いします。みなさんこんにちは、アオク TV のアオイです。かわおまーい。さあアオイさん、今回は何回挑戦したのでしょうか。親子3人一発勝負、合計3回挑戦しました。それでは早速引いてる予想ご覧ください。さあ始まりました、毎度書き下ろし絵が神のセガくじ呪術廻戦でございますね。はい、今回の目標はズバリですね、かっこいい五条先生の書き下ろし絵、こちらをですねゲットしてお友達にプレゼントしちゃおうっていう感じでございますよ。はい、D 賞 E 賞 F 賞の解消で十分というか、その解消が欲しいんでございますね。はい、本日の目覚まし占い1位ママ、2位パパ、5位葵の高順位ですね。いつも通りパパママ葵の順で引いていきますよ。はい、はい、まずはパパ出ました、上位賞なんですが、まあ後で見ていただくと分かるんですが、非常に呪術感のねえデザインになってございますね。はい、ちょっと私の中では外れ感、あとはね1位のママに託したいと思います。うん、おおおいいじゃんいいじゃん、さすが1位のママ見事 D 賞をゲットしましたね、うん、あとは開封次第ね、しっかり選んでいきたいと思いますよ。はい、最後は葵よろしくお願いします。はい、なんで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 、葵はね少し残念がってはおりますが、狙い通りですね、 D、E、F のうちの F しっかりゲットしてくれましたよ。はい、こちらもね顔面のみのデザインで非常にね絵柄的にはいいですからね、うん、あとは開封次第ということですね。うん、うん、開封いきたいと思います。思います。結果発表です。F 賞缶バッジ私がゲットしました。開封します。フジグロ D 賞アクリルスタンドママがゲットしました。開封します。イタドリ真反対だったね。 B 賞プレートパパがゲットしました。はい、それではね、開封券いってみたいと思いますよ。はい、まあねオープニングでも言った通りなんですけども、今回はね絵柄がねほぼ B 賞以外はね同一ということなのでね、うん、B 賞以外ゲットできればいいななんて話をしてたんですが、ここで引いてしまうのがパパですね。上位賞なんですけどね、うん、まあ見ていきましょうね。はい、うん、まあ、まずはね開封物の缶バッジとアクスタなんですけれども、はい、缶バッジの方はねちょっと配列が読みづらかったかな。一応ね8種類の3セットで24個っていうことかな、うん、なので8番目16番目24番目あたりを取れば五条先生なんじゃないかなっていう予測で取ったんですけれども、はい、まあ、前の方もねいらっしゃったんでね、ちょっと計算ずれたかなっていう感じですね。うん、
あとね、アクスタ、これはね、まだ1本しか取られてなかったんですよね。うん、なので一番前か一番後ろを取れば五条先生なんじゃないかっていうところで狙ったんですが、真反対でしたね。だからね、うん、これの逆を取れば五条先生だったんじゃないかなっていう予想になります。はい。そしてね、まあ、ちょっと残念感のある B 賞ではあるんですけども、うん、一応ね、カラーリングとしては板取くんと五条先生のオレンジと青だったので、はい、青をゲットさせていただきました。うん、ね、青まだ残ってたんでね、よかった。これが唯一お友達にプレゼントできるやつかな。うん、ね、まあ呪術廻戦感ないのでね、ちょっとあれですけど、あの物としてはね悪くないのでね、ぜひね、なんかそれこそね、朝のトーストなんか乗っけてみちゃったりしてもらえるといいのかなと思いますね。はい。まあ、ですがね、3回勝負だったので1個でもね、お目当て景品取れればよしかなというところですね。まあちょっとね、お目当てとは違いますけれど、一応五条先生のグッズというところで納得ですかね。うん。そしてそしてですね、アニメのね第3期、こちらも待たれるところではあるんですけれども、うん、いよいよ原作の方がね9月に終わりを迎えるということになっておりますね。はい。人気作がね、ヒロアカをはじめね、続々と終わりに向かっておりますジャンプですね。うん、今後がね、非常に気になりますよね。はい。現在ね、長期連載と言われているようなものとなりますと、もうワンピースと、これからね、10月にまた再開されますハンターハンターぐらいになったのかな、ジャンプはね。うん。夜桜さんとかね、あと逃げ上手の赤君みたいにアニメ化もされてるような人気作品もありますけど、うん、まだそこまでね、長期連載っていう感じじゃないですもんね。うん。まあ、ちなみにね、本誌の方ね、我が家はね、もう買わなくなってしまって、気になるタイトルに関しては単行本でね、進めている形になってるんですよ。うん。まあ今だとね、好きな作品で言えばスパイファミリーだとか推しの子だとか怪獣8号なんかがあるジャンププラスの方が多かったりしますよね。はい。そちらに関してはね、あの作品が上がってる時はね、必ず見るようにしてますもんね。うん。そしてそしてですね、まあ、今回のように呪術廻戦のね、書き下ろし絵で非常に高評価のセガラッキーくじ様ね、こちらね、12月にはこれまた非常に好評だったスプラッシュバトルね、今ちょっと後ろにね貼っておいたんですけれども、うん、そちらのねリミックスくじっていうのが登場するんですよ。前回のね絵柄、これはね、あのフィギュア化されてくじになるということなんでね、非常に楽しみですね。はい。そちらね4章あるのでね、前回はね無理だった、ゲットできなかったんでね、今回こそはねゲットしたいですね。うん。ということで、次回も楽しみ楽しみな開封編でございました。ございました。今回はセガラッキーくじ呪術廻戦結果報告開封編をお送りしました。それでは葵さん、今回のくじの感想をお願いいたします。はい。今回お目当て景品取れたのは嬉しかったけど、五条先生のグッズ取れなかったのが悔しいです。お皿だけもらってね。これからもくじの開封結果報告どんどんアップしていきますので、くじ動画見たい方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回は一番くじ葛飾北斎を公開する予定です。それでは次回も一番くじでお会いしましょう。さようなら。我が家は板取くんとご縁があるようです。うん。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。